未来が明るくなる言葉。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は跳躍ベーコン、未来を開く言葉について解説していきます。フランシス・ベーコンといえば、知は力なりのフレーズで有名な哲学者です。17世紀のベーコンは哲学者と政治家という2つの顔を持ち、実験と観察による科学の重要性を説きました。人間の人間による人間のための国、これこそがベーコンの理想です。これからベーコンの言葉を48個紹介します。日常生活やビジネスでも使える考え方です。ぜひこの考え方を参考にしてください。響いた言葉があればコメント欄で教えてください。1個目、チャンスを逃がすな。こんな格言があります。チャンスは前髪をつかめ、なぜなら幸運の女神に後ろ姿はないから。物事を開始するタイミングを見極めてください。チャンスを逃す前に行動するようにしてください。2個目、変化を恐れるな。いつも自分らしくいなくてはいけない、そう思い込んで一歩も踏み出せない真面目な人は幸運を手にできないです。努力をしてその時の状況に素直に反応することが重要です。変化することを恐れずに行動してほしいと思います。3個目、過去にとらわれるな。こだわりが強くて柔軟に身動きが取れない人がいます。過去は過去です。未来は未来です。過去にとらわれずに行動してみてください。4個目、リラックスとご機嫌が最高の教え。食事と睡眠、そして運動の時間はリラックスしてご機嫌でいてください。それが長生きするための教えになります。あなたが今後避けるべき感情は嫉妬、恐怖、心配の3つです。5個目、ちょっと抜けている方が幸運をつかめる。ちょっと抜けたところがある人の方が実は成功しやすいです。完璧な人よりもちょっと抜けがある、そんな人になってください。そんな人に幸運がやってきます。6個目、能力だけではなく運も必要だ。スキルが高い人が成功するわけではないです。能力だけでは成功しないです。運も必要です。能力がなくても運があれば成功する人がいます。成功した理由を自分自身の知恵や才覚のおかげだとそう言い張る人に限って最後は不運に終わります。7個目、流れには逆らわない方がいい。その時の状況と一緒に変わっていくことが大切です。このようにすれば失敗することが少なくなります。しっかりと流れを見極めて流れに乗るようにしてください。8個目、どうしたら名誉を得られるか。未だかつてチャレンジされたことがないこと、チャレンジしても放棄されたこと、達成されたものの細部の仕上げが良くなかったこと、これらを成し遂げると大きな名誉を得ることができます。9個目、最も重要なのは仕事が早いこと。仕事が早いってことは名誉を勝ち取るために必要なことです。とにかく早く仕事をすることを意識してください。10個目、議論を省略してはいけない。結論を早く出すには急がせないことです。要点をしっかりと押さえて議論を早く終わらせることと議論を省略することは全くの別物です。11個目、行動はスピードが勝負だ。最初のうちは十分に注意を払って次はスピード勝負でいくことが大切です。12個目、たくさん質問をして引き出す。多く質問する人は多くのことを学び、人を満足させることができます。相手に答えるきっかけを与えるだけでなく、喜んで話してもらえます。そして自分が知識を集めることにもつながります。たくさん質問して相手の知恵を引き出すようにしてください。13個目、会話には変化をつける。会話においては話のきっかけを与えることが名誉ある役割です。そして会話を進行させて何か別の話題に切り替えてください。14個目、自分の性格に合った職業を選べ。仕事には合う合わないがあります。自分の性格が職業と人生のキャリアに一致しているかどうかよく考えることが重要です。15個目、競争相手がいない分野を選べ。
競争相手がほとんどいなくて、自分が最も目立つことのできる、そんな分野で勝負してください。16個目、自分と似た人物を模範にせよ。模範する人物に倣って、どう自分を導いていくかは注意が必要です。自分にできそうだと思っても、自分の性格や行動が模範の人とかけ離れているかもしれないです。17個目、常に代替案を用意する。何か一つのことにコミットしすぎるのは危険です。常に何かしらの代替案を持っておいてください。18個目、相手に合わせて対話をする。自分勝手に話すのではなく、相手が知りたいこと、相手が聞きたいことを話すようにしてください。19個目、要点の繰り返しは時間の節約になる。要点は何度も繰り返してください。それをすることで時間の節約になります。なぜなら、問題とは関係ない、つまらない話をなくすことができるからです。20個目、交渉の仲介者にはこういう人を選べ。交渉の仲介者を選ぶときは、抜け目のない人よりも比較的正直な人がいいです。他人の仕事を出しにして自分の利益になることを考える人だけは絶対にやめた方がいいです。21個目、相手の本音を引き出す。人間は相手を信用しているとき、そして油断しているときは思わず本音をさらけ出してしまいます。22個目、自分の地位を意識しすぎてはいけない。職務上の話し合いをしているときも、私的なことに答えるときも、あまり自分の地位を考えすぎない方がいいです。23個目、人に話すことで考えがはっきりする。頭がいっぱいになっている人は他人に話してください。話すことによって自分のやるべきことがクリアになります。24個目、習慣を身につけるための心得。ある習慣を自分に強制するには、時々休憩を挟んだ方がいいです。ずっと練習し続けていると、いい能力だけではなく、悪い癖までついてしまいます。25個目、怒ってもいいが、怒り続けてはいけない。こんな言葉があります。怒りなさい。だが罪は犯してはならない。日が暮れるまで怒ったままではいけない。怒りっていうのは、その範囲においても、時間においても制限されなければいけないです。怒ってもいいけど、怒り続けるのはやめてください。26個目、怒りを抑える最上の方法は時間を稼ぐこと。傷つけられたと感じてしまうことが怒りの原因になることが多いです。でも怒りを抑えるには時間を空けることです。時間が経てば経つほど怒りっていうのは静まっていきます。27個目、どんなに怒ってもしてはいけないこと。害を及ぼさないために注意することが3つあります。1つ目は辛辣な言葉を口に出さないことです。辛辣な言葉を口に出してしまうと人間関係が破綻してしまいます。2つ目は怒りに駆られて秘密を漏らさないことです。3つ目は仕事を急に投げ出してしまわないことです。どんなに怒ってもこの3つだけはやらないでください。取り返しがつかないことになります。28個目、嫉妬は暇から生まれる。おせっかいで詮索するのが好きな人は大抵嫉妬深いです。自分のやるべきことを考えている人は他人を嫉妬している暇なんてないです。29個目、嫉妬されない人たちの特徴。名誉を得るにあたって大きな苦労や心配や危険を伴った人たちは嫉妬の対象にはなりにくいです。名誉を得るまで大変だったことが知られているからです。30個目、傷つきやすい人は怒りやすい。怒りやすい人は傷つけられることに敏感です。だからこそ優しい性格でデリケートな人ほど怒らずにはいられないことが多いです。31個目、怒らせるタイミング、怒りを鎮めるタイミング。他人を怒らせたり、逆に怒りを鎮めるにはタイミングを選ぶことが重要です。相手を怒らせる可能性があるときはタイミングをよく見計らってください。32個目、悪人に対して怒っても意味はない。世の中には悪事のために悪事をする人などいないです。悪事によって利益や快楽、そして名誉を得ようとしています。悪人に対して怒っても意味がないです。33個目、礼儀は自然体がいい。礼儀正しさを身につけるには、礼儀を軽蔑しないだけで十分です。礼儀正しさを形で表現しようと、気を張りすぎると優雅さを失います。34個目、礼儀正しいばかりじゃなくてもいい。
どんなことでも遠すぎるとうんざりさせてしまいます。自分を安っぽく見せてしまいます。35個目、完璧なお世辞や気配りは逆効果。人を褒める際に注意しなければならないのは、あまりにも完璧なお世辞にならないようにすることです。タイミングや機会をあまり細かく考えすぎるのも仕事をする上では損になります。36個目、他人を褒めながら自分も褒める。自分を褒めても聞き苦しくないケースが一つだけあります。それは自分の長所が他人にもあると認めて、その長所を褒めることです。37個目、称賛されていい気になってはいけない。好意や敬意から生まれる称賛もあります。逆に傷つけようという悪意を秘めた称賛もあります。そんな称賛を受けた人はかえって嫉妬をかきたてられ、被害を受けることになります。38個目、復讐しないのは真の勝利。復讐を実行する人はその敵と同等になってしまいます。しかし復讐を実行しないでやり過ごせば、その人は敵よりも優位に立つことになります。39個目、復讐を考え続ける人生は不幸だ。復讐を考えているものは、普通なら癒えるはずのない傷を生傷のままにしているのと一緒です。私的な復讐は幸運をもたらさないです。40個目、真の友人には心をさらけ出せる。心の閉塞状態を解消するには友人が一番です。悲しみ、喜び、恐れ、望み、疑いなど、すべてのものを真の友人にはさらけ出すことができます。41個目、恋愛と仕事は切り離せ。恋愛感情を重視しすぎる人は、誰でも財産も知恵も捨て去ってしまいます。この感情は弱みのある時に溢れ出てしまいます。自分の人生にとって大事なことからは恋愛を切り離すのがベストです。32個目、相手の顔を読む。目の前で話している相手の顔を目を凝らしてよく見ることです。賢い人でも心の中の秘密が顔に現れてしまうからです。43個目、不意打ちをかける。いきなり想定外の質問をすると驚かれることが多く、質問された人は思わず本音を吐いてしまうものです。相手が急いでじっくり考える暇がないとき、不意打ちで案件を持ち出す手もあります。44個目、相手に質問させる。こちらから言い出すのではなく、相手に引き出させるとうまくいきます。いつもと違う顔つきや表情をしてみて、相手が質問してくるように仕向けるのもいいです。いつもと違うけど何かあったのかと尋ねてもらえることがあります。45個目、自分のセリフを他人のセリフにしてしまう。他人に口に出してほしいフレーズを自分の方から言い出して、実際に他人がそのフレーズを使うことがあります。それを逆手にとって利用する方法があります。46個目、一人の人間を重用しない。どんな人でも最初からあまり重用しない方がいいです。しかし多くの人に影響されすぎるのも良くないです。47個目、アドバイスは喜んで受け入れる。職務の遂行にあたっては援助やアドバイスを喜んで受け入れるべきです。情報をくれる人たちをおせっかいだとして追い払うのだけはやめてください。48個目、学ぶとは自分の成長を実感すること。学んでいない人は自分の心を見つめることです。自分の成長を実感することが学びです。自分の成長を実感している人は今学んでいるってことです。今回はベーコンの考え方を48個紹介しました。日常生活の中でも役に立つ考え方がたくさんあったはずです。特に印象に残った考え方ってありましたか？よかったらコメント欄で教えてください。もし何かが起きたり解決したいことがあったら、この考え方を参考に行動してみてください。今回の解説が勉強になったという人は、いいねボタンやコメントをもらえると嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。